本日は CP プラス2024へご来場いただきまして誠にありがとうございます。さあこれよりこちらのキャノンブースではルーク流この1年を振り返るをお届けしてまいります。写真家ルーク小澤さんがさまざまな EOS R システムの機材で撮影した作品を存分にお楽しみいただけるセミナーとなっております。さあそれでは皆様ゆっくりとお楽しみください。大きな大きな拍手でお迎えください。ルーク小澤さんです。こんにちは。あれなんかさっきより増えてるな。これよりね40分、まあ今回の CP プラス2024も最後ですのでぜひ楽しんでいっていただければと思います。いつもなら僕一人で喋るんですけども今日はタイトルにもありますように聞き手が言います。聞き手ね、ツッコミじゃなくてね、その方をお呼びしたいと思います。大分のスター大野隆。皆さんこんにちは、大野隆でございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。僕の聞き手として呼んだのに、なんか昨日とか、昨日いなかったよね。はい、昨日はまた大分に戻って仕事しました。おとといいたよね。おとといいました。22、23とこで司会をさせていただいて、全然聞いてない話をやっていたと、はい、いえ、まあ、そんな彼と、今日はですね、写真を見ながらお話をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、時間がないので、はい、さっさといきたいと思いますけども、よろしいですか。はい、何緊張してんの。緊張しますよ。おかしいじゃないですか。司会者の僕が本当は呼ばないといけないのにルークさんから呼んでいただけるっていうのはちょっと、いや一回ねこれねやりたかったんだよ。そう、僕が MC をやって、はい、誰かを呼び出すで、なんかめちゃくちゃ有名だったらいいですけど、なんか全然わからない男がキヤノンの服着て出てきたなみたいな話になったじゃないですか。ルークさん、あれそれキヤノンの服か。そうなんですよ、今日ちょっと用意していただいて仕込んだね。はい、はい、そうです。いや、やられました。ということで改めてルーク小澤さんです。大きな拍手をお送りください。よろしくお願いいたします。お座りください、お座りください。それではですね、まあ、この大野隆が一体何者なのか、そして僕との馴れ初めをちょっとお話ししていきたいなと思います。ありがとうございます。大丈夫かな。はい、はい、これから行きたいと思います。あ、行き過ぎちゃったよ。はい、彼とはですね一番最初に会ったのが2015年、大分の、はい、彼の番組のラジオに呼ばれて、はい、行きました。生放送の番組で、生放送30分ね、はい、初対面です、はい、初対面で僕が写真を見せながら語ったら彼の返答はおーあーで終わってしまったと。そして、まあ、皆さんそうだと思いますけども。そして、まあ、大分といえば、はいはい、実はこれね ANA のお呼びで行ったんですけども、はい、そうですね、やはり大分であればね、あ、そうです、キャノンじゃないですか。はい、そうなんですよ。はい、皆さんが持ってるねカメラはこの大分工場で作られているかもしれない。いや、ほぼほぼここで作ってます。そうなんだ。はい、あの空港近いですしね。そうですね、はい、はい、ここの、大分であればキャノンということで、その ANA のお呼び立ちで行ったにもかかわらず、はい、キャノンの話で終わってしまったと。そうですね、いうことでありました。ふるさと納税はキャノンのカメラが大分県出てましたから。なるほど、そうなんですよ。そうなんですか。大人気だったみたいです。僕知らなかった、はいはい、そんな、彼とですね去年ちょっと連絡をしまして、ご飯でも食べようかと、で大分に行くよって言ったら、じゃあ番組出てよ、はい、彼ね冠番組があるんです。ありがとうございます。夜分お邪魔しますと、はい、そうです、いう番組で行きました。まあ、大分のスターですからね、僕はちょっとねジャケット着て行ったらなんと T シャツ短パンで出てきてですね。すちょっと緩い番組なんで知らなかったね、はい、すいません、ちゃんときちんとして来ていただいたのに、敬意を表して行ったにもかかわらず、はい、まあそんな15分番組、そうです、2本という話で行ったんですけど、はい、まあ話が盛り上がる盛り上がるで、はい、結果的には90分喋っちゃったんでね。そうですね、はい、まあ、こんな感じで収録です、はい、そしてこんなイメージです、はい、まあ、僕らはね勝手に喋るのはいいんですけど、かわいそうだったのはこのカメラマン。普通三脚使いますね、あそこにあるように。15分の番組だから2本なので手持ちでいいだろうと思って、そうしたら90分喋ってるんで、彼ら90分ずっと持ってたね。そうですね、あの前後合わせると多分2時間半ぐらい多分喋ってたんじゃないかなと思いますね。、はい、そうで、この中の話でやっぱ彼らも知らない盛り上がった話がスポッターの話なんですよ。ほう、そう、はい、知らなかったんだよね。知らなかったですね。青空バックでどこの航空会社で何の機種でそして何番か、これを集めている人をスポッターって言いますけども、はい、その存在を
番組でお話ししたら、はい、へーって。いやいや、もうちょっとリアクションがあったでしょ。あった。ありましたよ。そしてなおかつこのスポッターの僕のフォルダーはどうなっているかというと、はい、これね、はい、ANA の787ですよね。こんな感じです。あ、この絵をですね、この画面で、ね、見たかったな。あ、これはいいです。いい映像ですね。すごいですよね。すみません、ちょっとこちらの皆さんちょっとね見にくいかもしれませんけど。このねグレーの部分はまだ撮れていないんです。でこれが撮れると、まあ、わざわざ番号を調べてまで空港には行きません。行って撮れたらここに入っていくと結構気持ちがいい。そして、JAL の350、はい、ね。まだ、350がこの間ね入ってきたばかりですが、そうですね、まだ1号機が取れていないので、一番頭はまだグレーのまんま、これが取れればあそこに埋まって一応コンプリートする。はー、でこの後ね350いっぱい入ってくるんですけども、はい、入ってきた順にまた取っていくっていうですね、うん、羽田ニューヨーク線でしたっけ。羽田ニューヨーク線です。今、ね、飛んでるそうですね。まだニューヨーク行ってたよね。この間、はい、ニューヨーク行きました。これで行った。いや違います、78でした僕は。あ、そうだったんだ、はい、いやこれいいみたいですよ。いいんですよ、ね、まあ、僕が乗ることないと思うけどまあちょっとね色的なものもいろいろあるかもしれませんけど。いやいやいや、昨日もね、あの向こうの方で喋ったんですけど、はい、21年ぶりに JAL に乗ったみたいなね、結構盛り上がっちゃったりしてね。21年ぶりに。いやいや、やっぱりこう僕は ANA のカラーが強いのかな、ね、みたいな、はいはい、でこれをちらっと見ていただけると、はい、よく見ていただけいてよく見ていただけると全部左向きなんだよ。はあ、一機だけ14番だけ右向きなの。これね、はい、左向きで撮り直したいなみたいな、ね、撮り直したい。そう、もういい、そうすると綺麗じゃない。いいでしょう。でももうそういうもんじゃないんです、ね、いやいや、こだわりではい、こだわり、こんなことをやってるのをスポッターって言います。ちなみにスポッターという方いらっしゃいますか、この中で。あ、いるじゃないですか。いらっしゃいますね、はい、これね世界中やってる人もいるんだよ。これだけの人数ってたった3人しかいないですよ、リュックさん。っていうことは僕のファンってことなんだよ。はあ、そういうことなんですね。そういうことかな。はい、でまあそのタイトルの去年1年間、はい、1年間、まあ、全部をこの時間内で見せるわけにはいかないんですけども、はい、ちょっと調べてきました。一体去年1年間で何枚撮ったのか。何枚撮ったのかあんまり言いたくないんだけどさ、はいはい、どれくらいだと思う。15万4千カットだ。15万4千カット。今フィルムじゃないんで、ついつい押しちゃうんだよな。それを数えてるところがやっぱりちょっと、ね、まあ、一応カウント、そう、数字をカウントするのが大好きですごいですね、はい、まあ、そんな中の、まあ、大体平均してね10万カットぐらいかな。ちょっと去年多かったかなっていう、そんな感じです。まあ、同じようなカットはね、まあ、あの捨てていっちゃうんですけども、はいはい、それでもそのぐらいのカウント数をありました。で、まあ、ここの一番横浜の近い羽田空港で、うん、今冬ですから、はい、朝何が撮れるのか。お、早速行きましょう、ね、美しいですね。最近ね羽田空港の照明が変わったんです。 LED に最近変わったんですか。最近変わったの。 LED だから白っぽいね、青っぽいね。はあ、これが前は、うん、黄色っぽかったのが、なの で、 そういうことですね。変なことじゃないんですけども、撮り直さなきゃいけない。あ、見る人が見ると、はい、これ昔の写真だよねって、そうですね、思われてしまうし言われてしまうので、はい、うん、LED に変わったら全て撮り直さなきゃいけないっていう作業も僕らはやらなきゃいけない、はい、確かに。これで、朝ですね、冬場の朝、はい、第2ターミナルです。第2ターミナルですね、はい、そして、空 が、 明るくなってくると、はい、その空の光を拾ってですね、こういうイメージで出発機を撮っております。そして冬場の羽田は朝日が出るのが遅いので、はい、出発するのはもう6時過ぎから始まりまして、はい、朝日出てくるのは大体7時ぐらい、うん、なので、登ってくる朝日と羽田の北風の時に運用される D 滑走路05から離陸する飛行機と絡めるとこういう写真が撮れます。撮れてますね。本当であればね、この太陽の中に入ってる飛行機っていうイメージがあるんですけども、はい、うん、でも朝日は空気が澄んでいるので溶けちゃうんだよ。溶けちゃう、飛行機は溶けちゃうの、見えない、シルエットとして残らない。そうなんですか。そうなんですよ。なので太陽の中に無理に入れることもなく、この画面の中にね、うん、朝日と飛行機を取り込んでいます。でもう一つ、この朝日が照らす飛行機、はい、それがこんなイメージで、おー、いい写真ですね。
え、褒められてるの。いやいや、いい写真じゃないですか。これね、あの冬場の朝しか撮れないシーンなんですね、はい、要するに朝日が出てくる角度もまた変わってくるので、はい、そういった意味では、冬場の朝狙っています。ということは、まあ、カメラマンの皆さん、写真家の皆さんはこの朝日が映ってるんだだけ見て季節がいつなのかも大体わかるということですか。わかるわかる。でこういうのを撮るために、はい、朝6時半の展望デッキのオープンと同時にですね、並んでる人もいらっしゃいますから、冬場の展望デッキが結構います。そうなんですね、はい、でその僕の撮る写真の中でやはり肝心なのが空、はい、空にあるその雲、うん、雲をメインにして撮っていきます、これ羽田なんですが、これね、海ほたる、海ほたるって知ってる？海ほたるは聞いたことありますよ。聞いたことある。聞いたことはないですけどね。はい、はい、まあこれはね、関東圏の人しか、まあ、はい、よくわからないと思うんですけど、たまにホタルイカって言われるんですけどね。ちょっと通常になると違ってきますからね。そう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 、はい、海ほたるのサービスエリアで、これは北風の05から離陸して右にターンしてくる、はい、その向こう側にこんな雲があったので、こういったシーンを撮っております。で今年の夏、あ、ごめん、はい、去年の夏、うん、羽田空港とは思えないような空が広がったんです。お、うわ、すごかった。すごいですね、これね、雲の量が南国ならではの空みたいなね、はい、こんな空がですね、羽田にありました。これよく見るとこれ3機いますからね。いますね、3機、はい、3-4 のライトとレフトに、今順番を待って降りてくる飛行機が顔面の中に入っているわけであります。大分ではありえないからね。まあそうですね、大分ありえないですね、ありえないですね、はい、さらにこれは右に振り返ってるんですけど、正面では3-4ライトから離陸する飛行機がこんなイメージで、うん、はー、そしてね、この日ね、風が変わったの。あら、そう、北風から南風に変わって、それ3時を過ぎると新ルートっていうのが始まるんですよ、はい、そうするとこの16ライトレフト、何言ってるか分かんないだろう。そうですね、ちょっと途中からもよく分かんないですね。みんな分かってるんだけどね、言ってる意味が、はい、今度は16ライトレフトに降りてくる飛行機がこんなイメージで、はい、これね、東京の、ね、新宿あたりに湧いてる雲、なかなか取れない。そうですか。こんな空をね、東京都心で見たことはね、僕はなかったな。やっぱりこの何十年かでその気候がだいぶ変わってるというのもやっぱあるんですね、っていうことだと思います。はい、でさらにこの雲は進化していくる、はい、ね、いやもうね、飛行機はワンポイント、雲の雄大さを表現しているので、はい、こういう感じになります。あ、確かにですね。で同時にこれは着陸なんですけども、はい、離陸は2-2っていう滑走路を使って、はい、僕がいる立ち位置のこっちに向かって飛んできます、はい、でそのシーンをやはり夏雲と絡めたのがこれです。これ、はい、でよく見ると左の方ね、はい、ちょっと虹っぽくなってる。 あそこね、雨降ってるんですけどね、もっとねクリアになればよかったんですけど、はい、まあ、ちょっとイメージとしてあそこに虹があります。ルクさん、さっきからこう僕気になったんですけど、その JAL さんを映しても大丈夫なんですね、ルクさんは。え、 JAL さんを映しても大丈夫なんですね。いやいや、よく言われるんだけど、はい、そうそうそう、よく言われるんだよ、はい、撮ってて、え、ルクさん JAL も撮るんですかって、うん、いや撮りますからね、普通に。別に ANL 専属では何でもない、ただ ANA で仕事をしてるだけの話で、うん、だから赤いものとかも身につけませんもんね、やっぱり。赤いの身につけてんじゃん。僕は今日ちょっとそのイメージでちょっとこの対比を、ほらほら、時計青いじゃないですか。そうなんですよ。そう、やっぱり僕のイメージからブルーなんで。はあ、でもこうやって、あ、確かに、でも ANA さん今3号から飛んでませんからね、 ANA さんは。いやいや、っていうかこの状況の雲って5分で崩れてくんだよ、はい、でこのタイミングで ANA が絡んでないんだよ。よくあることで。そういうことですね。そう、いざという時に陰ってしまったりとか、はい、うん、これ飛行機あるあるでね、あるんですよ、はい、で、まあ、こんなイメージ、はい、で、そしてこの虹なんですけども、羽田でもね、虹に出会ったの。見える？見える？見えますね。左の方に飛行機いるの、はい、飛行機入れなかったら単なる虹の写真になってしまうんですけども、国際線ですね、これは。あ、わかるね、はいはい、でさらにもっとくっきりな虹が出た。出る？出た。お、出た。飛行機どこにいる？飛行機すごい隅の方にいますね。ちょっとごめんなさいなんだけど、かぶって見えない、はい、あ、はい、右の方にいるんだけど、はい、まあちょっと作品としてはいまいちなんですけど、うん、でも、はい、虹ね、いやー、いやー、そうですね、虹ってね、だいたいバックは暗いんですよ、茶色、黒い、暗い雲なん。そうなんですか。青っぽい空だったんで、なんとか飛行機と無理くり絡めたのがこれになります、うん、はい。そして、他にもね、飛行機と何かをいろいろ絡めることをしてるんです。それはちょっと、例えばコンテナクレーン。最近ね、僕ね、コンテナ大好きになっちゃって。そうなんですか。そうなんです、ついついね、こんなとこまで行ってコンテナとトレーラーとね、あららららら
絡めたりして、撮っています。これ当然歩いて行ってるんですよね。近くに車を置いてね、はい、そうです、はい、そして、他にも羽田空港には電車が走ってますよね、はい、モノレールが。そうですね、モノレールと飛行機ちょっとやっぱ飛行機のダイナミックさにちょっとモノレールをちょっと今見失いましたけども、はい、中央にそうなんです、よく見るといる、まあ、これでいいんですよ。この飛行機、この建物、第3ターミナルの向こう側からいきなり現れてくる、うん、すごいですね。これはすごいです。これをいきなり合わせてくれるのがキヤノンのカメラ。出た、たまには言わないといけない。ようやくここでキヤノンのカメラがありがとうございます。一話の、ね、右上皆さん多分気づいてると思いますけども、機材がね載ってるという状況ですので、はいはいはい、そしてこのモノレール、さらにこだわりがある。モノレールっていろんなカラーリングがある、はい、僕ね1973年の初めて乗った飛行機の時からモノレールで羽田空港に通ってる。当時のカラーリングって白と赤なの。それが何編成か、はい、リバイバルで走ってるんですよ。それと飛行機を絡めたい、はあ、そういったこだわりを持って、はい、あ、ごめんね間違えちゃったよ、はい、これ別の場所で、うん、モノレールと飛行機なんだけど、はあ、その旧塗装って言って、はい、当時のカラーリングと絡めたのがこれになる。あ、これ、はい、あらららら、白と赤の、ね、はい、カラーリングなんですけども、はい、このタイミングで降りてくる飛行機、これ行っても結構難しいかなと思ったんですけど、うん、意外と簡単に取れちゃったりして。そうですか。そうなんですよ、はい、でここにもう一つこだわりがあるの、はい、空港っていうイメージの下にリムジンバス確かにですね、はい、連絡のね、リムジンバスが映ってると空港の、うん、リムジンっていうイメージ。まあ、当然でもこの写真でいうと ANA さんのカレンダーには使われないんですよね。この写真でいうとスターフライヤーが映ってますもんねこれ。はあ、すごいな。でも構図もやっぱりすごいですね。はい、いいですか。はい、はい、でその次は第一ターミナル、はい、第一ターミナル大野隆赤組なんですよ、はい、僕は赤組です、すいません。そう、いろんな絡みがあって赤組なんです。私も今日も大分からはそうです赤組で JAL で来ました、はい、来ました、はい、第一ターミナルは JAL ですよね、はい、大展望デッキに行くとこうやって並んでいます。3504機すごいですね。なかなかないです。これは350との相性がいいんだよ。あ、そうなんです。じゃあ昨年結構じゃあ350取られたんですね。じゃあ取ってます、はい、今日もいくつか出てくるかと思います、はい、で冬場はこの第一ターミナルの展望デッキの正面に夕日が沈むんです。こうやってね、はい、で下の飛行機はこうやってエッジが立つので、結構いい写真が撮ることができます。いいですね。そして沈むとこんなイメージ、はい、これも3503機いるのよ。で遠くの方に雲があるんですけども、はい、あの雲がないと富士山が見えますね。見えます、シルエットで。一昨日真っ白でしたね富士山。あ、なるほど、はいはい、そして左側の350の後ろの方、ちっちゃいんですけどもこれを望遠レンズで狙うと、はい、左の上の建物わかる。あ、横浜が。そう、ここランドマークは。そうなんですよ。はー、見えるんですよ。見えるんですね。見えるんです。でぜひね、そういうのも狙うといいと思います。すごい。そして、空は太陽が沈んだ後に残照で、はい、飛行機がこう動くその瞬間の角度によってこういうね浮かび上がるようなタイミングがあるのでこれも狙うといいと思います。去年の夏、はい、この展望デッキで一つのものを狙いました。狙った夏場、うわ、稲光。これ調べたら、はい、伊豆静岡の方の雲でそこでこうピカ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 はでさらに光った瞬間。今時のカメラは、元に戻れるんです。元に戻れるじゃないですか。反応したとこから、はい、戻れるんですよ、はい、自分がシャッターを切った前にドライブレコーダーみたいなもんですね。ドライブレコーダー、そうでもその機能は使わずに、はい、自分を試したくって、はい、光った瞬間に押すっていうね。はあ、まだまだじゃいけてますね。ボケ防止にまだまだやっぱ衰えてないですね。いやでもこれね100、300って重いレンズでやっててさ、はい、結構疲れちゃったんだけど、でもまあこうやって撮れました。これは別に三脚を据えてるわけじゃないんですか。三脚ね持ってかなかった。ずっとじゃあもう抱えたまま手持ち。そう
でやっておりました。すごいな。でこの第3ターミナル、ね、はい、左の方に川崎の工場があります、はい、工場夜景って言います。これはまだ工場夜景が始まる前、暗くなるとここの同じ場所でこんなイメージになるので、工場夜景バックで、飛行機を撮るのもいいと思います。参考になりますね、はい、これは。でこの時間帯ね、はい、夕焼けぐらいから始めるのが流し撮り。流し撮り、流し撮り、はい、これちょっとね富士山をちょっと残像で残して流し撮りやっております。上にはね書いていないんですけども、これ8分の1秒っていうシャッター速度で撮っています。そして6分の1秒。おお、結構夜いますよ、みんな三脚立てて。そうですか。さすがにこれね、僕ね、あの三脚を使ってやらないと2分に1機降りてくるから、はい、2分に1機だよありえないでしょ。ありえないですね。羽田空港って1日ね1300便あるんです。約すごいです。もうピークになると2分に1機降りてくるので、もう手持ちではもうほとんど体が持たないので、使える時には三脚を使って撮っています。でこれは、着陸なんですけども、はい、離陸も夜南風になると16ライトから離陸していきます。それは、8分の1ですね、はい、こんなイメージ。離陸と着陸の形の違いはですね、離陸は滑走しているので、はい、787が主翼がたわむんで、ほう、向こう側が見えてる。同じような絵かと思いがちなんだけども、そうなんです。違うので、ぜひ離陸の写真も狙うと風を受けて、そうです、そうです。でリフトアップといって前がちょっと浮き上がると、はい、うん、まあ、こんなイメージでね、まあ、スターフライヤーすごい、また、はい、でこの流し撮りを、まあ、長年やってる中で、はい、僕一つね思いついたことがあって、何も飛行機全部寄る必要ないじゃないか、うん、引きでもいいんじゃないか、はい、ってことで最近引きをやってるんですよ。引きの絵、はい、引きの絵、引くことでいろんなライトがいっぱい流れるんで。すごいですね。そうなんです。これね F1 の熱田守の写真を見て勉強したんで熱田さんこの間お会いしました、そうそうそう、お話しましたけど、やっぱなもうすっごいやっぱ失敗すると言ってましたね。そう、彼そうも F1 ちっちゃい中で流してやってるじゃないですか、はい、うん、あれって飛行機使えないのかなって思って、今まではもう飛行機目いっぱい寄って流そう流そうと、はい、やってたんだけど、まあ、引きもいいじゃないか、いいですね、っていうのをこの年になって分かったというね、朝さんから学んだと、はい、すごいです。でさらに着陸する飛行機も引きで、はい、で流し撮りは何も向こう側が明るいからできるわけではなく、はい、違うところでもできたりするわけですよ、うん、でそれも一つの発見で、はい、あの萩岩見って1日2便しかないんだけど、はい、そこにまあ毎年ねイベントで行ってるんですけど、まあ、夕方こんなイメージです。もう向こう側は山で何も見えない、はい、でこのあとこの飛行機離陸するとき、これ着陸だからね、はい、離陸するときにはもう真っ暗な、うん、その真っ暗の中で流してみた。撮れるんですか。じゃつまんないかと思ったの、はい、そうしたら、いや、これはこれでかっこいいですね。かっこいいよね、うん、自分で自分の写真見てかっこいいじゃんみたいないやいや、かっこいいですね、はい、っていうふうに思いました。はい、ちょっとまあ言っちゃったんですけども、羽田空港他にもですね、さっき言った海ほたる、はい、先ほどの海ほたるに行くと、まあ、こんなイメージで、撮っているんですけども、狙いはこれです。お、東京都心バックに、はい、05から上がる飛行機、うん、これ散々撮ってたんですけども撮り直したんです。なぜかというと東京タワーの左のビル、麻布台ヒルズ、はい、これが完成したので、うん、撮り直さなきゃいけない、今まで工事中だったからということで、で行っております。でさらにこの日はね指定って言ってクリア、空気はクリアだったの、はい、なのでバックにこのスカイツリーの横のこの山、これね男体山です。ほう、日光男体山が見える。男体山までは130キロなんだよ、測ったら。ほう、それもまあ見えた日がありました、うん、そして、100、500がメインで撮っております、はい、100、500をクロップすると800ミリになる、うん、でそのレンズを利用してその麻布台ヒルズと東京タワーの間を抜けていく飛行機を海ほたるへと、まあ、昼間撮ると夜も撮りたくなる。まあそうですね、夜はあ、また美しいですね夜は。ありがとうございます。はい、誰もいないです。ただめちゃくちゃ寒いです夏場行くとこの滑走路使いません。あ、冬場しかない。風の影響で、風の影響で吹きさらしですから、はい、結構怪しいですよ周りね、あのドライブイン来てる人ですからね、パーキングエリアでご飯食べに来てる人の中で、はい、僕が一人でこんなレンズ持って
一体この人何撮ってんだろうみたいなね。でみんな隣でスマホで撮ってんだけど、スマホでここまで撮れない。撮れないですよ、ね、撮れない。これやっぱキャノンじゃないと撮れないですね。なんかもらってるキャノンから一応やっぱ入れとかないとですよ。やっぱね、配信をご覧の皆さんもいますからね。やっぱりキャノンのステージか。キャノンのステージですよ。キャノンのステージですから。僕のステージだからいいんだよあ、これね、ルーク劇場だからさ。あ、そうですね。そうそう。いや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 、そうですか。まあ、スマホじゃ絶対撮れないということですね、はい、撮れない写真であります、うん、はい、でぜひ夜も、これいいそうね、書いてないけど、これね、はい、5枚1200です、ね、そこまで上げて撮っております。まあね、ここまで羽田空港の話なんですけども、はい、去年もうすぐ桜の時期が始まります。成田に桜をいつも撮りに行ってるんですけども、はい、うん、天気予報を見ると良くない、桜もまだ咲いていない、はい、ちょっと他を見たら、うん、富山が桜が なんと成田より先に満開になっていたと。あ、でも去年なんかそういうのありましたね。富山に飛んだんです。富山に飛んだ。そう、成田の荷物を積んで行く途中に羽田に車を置いてそのまま富山に飛んだんです、はい、飛んだんです。で、富山というと空港の向こう側に立山がこうやってね、はい、まあ、ちょっとうっすらを見えているわけですけども、その富山で桜、わあ、もう満開じゃないですか。桜が満開だから行ったんだよね。え、すごいですね。でさらに今度ね、あららららら、池の向こうに桜と山と離陸していく飛行機。山にはまだ雪が残っていてと。そうなんです。で手前池なんだけど、はい、ここでさ、池の中に入らないでくださいってこれさ誰が入るんだよみたいなさ。いやいやいや、ルークさんみたいな人ですよ。入ってて、入ってて写真撮ろうみたいな。だって深いじゃないですか、ね、その富山、あそこね、河川敷にある珍しい空港なの、はい、神通川って言って神が通る川って書くんだけど、その神通川を入れて、はい、うん、飛行機と、おら、これも入ったんでしょ。あ、川の中入ったんでしょ。これ打ち合わせしてないんだけどさこれも入った写真でしょ。これそう、彼には僕の写真何も見せてないからね今回本当、はい、1枚も見てませんけど。入ってないです。入ってないんかい、はい、入ってないんかい。入らないですよあのね、結構みんな入る人いるんだけど、いやいや、そうもうありえないだって濡れちゃうじゃん。だってそうですね、はあ、まあキワキワのとこまで。そうです。はい、そして夕方、はい、昼間撮れるのってね、1日2便か3便しかないここの空港。富山、ね、でもタイミングが合えば西日とこうやって撮れる、はい、これも入ってないからね。これはね、まあ、海とまた全然違いますよね。そうなんです。あのね、春先に行くと立山の雪解けの水が溶けて、雪が溶けて、はい、川がこうやって荒れる。はあ、今度この時期だけだね、こういったシーンが撮れるのは。すごいな。はい、で、まあ、その富山で撮った後に、はい、羽田に戻ってきて、うん、成田に行って桜を狙ったんだけど、天気が全然合わなくて、あら、結局撮れたのは、はい、まあ、夜桜。お、夜桜、はい、でさらにこんなイメージ、はい、あららららら、らこれ仕込んでないからね、言われる前に言うけどさ。いや、今言おうと思ったんですよ。そうだろう、そうだろう、お金払ったんでしょと、はい、違うんですね仕込んでません。はあ、でも僕の中で動かないで動かないで動かないでみたいなね、念じて、念じて、ね、で上がってきたのが380です。ね、はい、ウィングライトもついてますからね。ついてます、ね、知らないだろうウィングライトなんて。いやいや、わかりますよ。本当だよ。だからやっぱ380は大きいですね。そっちね、うん、この幅で入れるんだからね、すごいですね。で、離陸する飛行機なんでどこに来るかわからない、うん、はい、はい、ここにいいところに来てくれた。すごい。ということはハワイに飛んでるってことですね。違います。違うんですか。エミレーツ、ANA じゃなくて、はい、ドバイの。あ、そういうこと、はい、で、まあ、今年もね、もうすぐ桜が咲けばまた成田に行くわけなんですけども、はい、うん、その前に僕先週ね、はい、あの立山や富山空港、うん、眺望予報がいいって言うんで、う、急遽また行ってきた富山に。そう、はい、まあ、本邦初公開、お、はい、立山バックの降りてくる飛行機。うわ、こんなのが撮れちゃうんだよ。ね、これ、え、これどこで撮ってるんですか。これ展望台があってですね、はい、はい、いや、もうついにやったなと思ったんですよ僕も。ついにルーク小沢も加工したなと山にもう ANA の飛行機入れたなと。帰りに刺されるぞお前ついにやったんじゃないかっていう、それぐらい雄大な写真ですねこれは。ここしか撮れないからね。すごいですね。で、飛行機光当たってるこのシーン、はい、これ1日1便しか撮れない。はあ、この次はもう暗くなっちゃう。で、この前はまだ飛行機逆光なの、はあ、午前中は立山光当たらないから撮れない、はい、そして先ほどの川と雪山を入れたシーンがこちらになる、はい、うん、うわ、川入ってないからね。これでもちょっと飛行機のサイズ感が大きくないですか。やったんじゃないですか。
ついに、ついにやったでしょ。ちょっと飛行機が大きく感じますもん、なんかやってない。何をまあこんなシーンがね、富山撮れるので、綺麗ですね、ぜひ富山空港、便は少ないんですけども、うんうん、いいと思います。はい、はい、そして千歳、千歳、はい、今千歳ね、半導体工場作ってるんですよね。クレーンが上がってる。そう、このクレーンを邪魔なのかそれとも利用するのかは作家による。あ、そうですね、はい、どうするのか、うん、おーおこれはなかなか撮れない写真ですね。ちょっとパロディチックにね。うそう、そして昼間も撮れば、はい、次は何、やっぱ夜でしょう、夕方、夜、夜、いやびっくりした、これクレーンがライトアップされるんだよ。あら、あらららららら、これでもパッと見て千歳ってわからないですよね。いや、こうなってくるとね、はい、今しか撮れない写真、ね、こんなシーンも撮れちゃったりして、まあ、はい、実際ね、このクレーンについくっついてるわけじゃない、うん、まあ、ちょっとパロディチック、はい、この写真ってね、羽田でも撮れる。あ、川崎の浮島公園に行くと、ね、はい、こんなシーンが撮れる。あ、乗っかってないからね。乗っかってないですかこれすごいですね、はい、こういう風にね。そうなんです、まあ、こういう遊び心もね、うん、いいかなという風に思います。はい、はい、じゃあ次は高志の地元大分。あ、大分は何の魅力もありませんよ、空港で言うと。すごい田舎じゃないですか先生これなんかちょっと悪意を感じますよ。なんかいいじゃないですか。いやいやいや、これ急にちょっと悪意を感じますね。いや、昔はね、はい、こういう電線とかっていうのはすごく邪魔に感じたの、はい、この年になると、うん、これはこれで日本っぽくていいかな。でさらに探したらこういう感じでね、そうです、ね、このぐちゃぐちゃ感いや、春になると両サイド桜並木みたいなのありますから、ね、そうなんですよ、はいはいはい、あるんです。あとね、ホーバークラフトがもう間もなく、ちょっと遅れてますけども、就航します、復活するんですよ、はい、そのホーバークラフト、実はね、はい、僕昔撮ってる、撮ってる、はい、すごい、ジャスが96年、はあ、はい、これ以来のホーバークラフト、形は変わるんですけども、はい、新しいのが入ってくるので、入ってきます、それが就航したら行くよ、はい、そうでしょ、はい、そうです、そうです。で、大分、今までに行った回数6回、はい、少ない少ないですよ本当に。ラジオで盛り上がったんだよな。そうですね。ね、何回目ですかって4回目ぐらいだった。はい、行っても絵になんないからさ。いやー、はい、絵にね、今言いましたね、もう絵になんないからっていう。そして隣の空港どこ？熊本でしょ。熊本ですね。熊本、僕ね、今年83回行ってる。熊本は絵になるんです。83回目。はい、はい、毎年毎年夕日を狙いに行っております。はい、ね、タイミングが合わないんだよ。熊本。もう降りてきちゃってる。今年ね、いい時間帯に787がいたんです。去年ね。はい、で夕日が落ちてくるんだけど、大体雲があったり飛行機が早かったりするのでタイミングが合わない。そして、次の日はこう雲に阻まれる。でさらにはこう雨まで降っちゃったりしてさ。でもこれはこれで、ね、絵になるのでやっております。でこの同じ日、はい、この後、ね、晴れたんだよ。あら、そう、晴れてきた。お、そしたら狙う、狙う、狙う、お、狙ってる、はい、JAL の767先に降りて、はい、後ろの上に一機いる、うん、あれ、ね、ANA の787がいるんだ。見える、見える、見える、見えます、見えます、はい、見えますね、はい、でもやっぱり早いんだよな。はあ、そう、この後降りてくる時には夕日はまだここなんで、ね、これね17時です。17時、はい、この時はね17時10分が夕日が沈む時間帯。おー、これ季節はいつなんですか。秋です。秋から冬にかけて、はい、で17時7分16秒、うん、あららら、ここに落ちるの。飛行機はいないっていう、ね、そう、熊本の空港は東西、ほぼ東西になっているので、うん、西側に夕日が落ちる時期がある、はい、1年に2回ね。で邪魔する山とか何もないので、うん、クリアに撮れる。これ17時7分16秒そして17時7分37秒37秒、だるまになったんだよ。だるまになってますね。そう、これだよ、これ、ここに飛行機欲しいですよね。そう、こういうことでしょ、はい、はい、これね6分半のズレなの。あ、6分半この飛行機が降りて遅く来てくれればこの夕日と絡んだ、うん、はあ、これが撮りたくて24年行ってんだよ、はい、でも撮れてないんですか24年で。だるまと飛行機は撮れてない。あ、撮れてるけどこれ78だから、はい、ああ787と撮りたかった。78とは撮りたいですね。そうなんですよ、まあね、まあ、こうやってね夕日と太陽、まあ、こうやって、ね、なかなか撮れないから面白い。まあそうです ね、まあ、あと僕は何年行けるかわからないけども。え、昨年熊本何回行ったんですか。去年はだから1回ですよ、うん、1回、あ、1回、そう、
チャンスを狙ってね。昨年大分空港には来られてるんですか。行ったじゃん。来てますね。行ったじゃん。でさっきの写真がそうですか。そうですそうです。はい。もうちょっとあったでしょう。でもない。そしてまあ太陽といえば、はい、空には月もある。おはい、皆さん月の出と飛行機よく撮るんだけど、はい、これね月の入り、うわこれ西の空です。えそう海ほたるから撮ってたん。朝あのビルとバックで撮ってたら月が沈みそうになってて、まあ、満月だから行ってたんだけどね、はい、それでこれ撮ったのはいいんだけどこの飛行機がまさか入っちゃったんだよ。うわいやいやいやこんなこともあるんだなみたいなね。月の出とよく飛行機は撮るんですけども、うん、月の入りと撮ったっていうのは僕自身では初めてでありました。はい、初めての写真が撮れた。撮れた。ほう。そう。入るイメージなかったんだけど。何時間いたんですか。いやずっといた。はい、で月も、はい、その周りにね雲があるとその月のクレーターは出さずに表現する撮り方もあったりして、はい、それが、まあ、こんなイメージね。あら。JAL 350。はあ、これ月ですか。月なんですよ。おぼろ月。おお。ANA 絡まない。絡まない。絡まない。はい、でさらに成田でも離陸する飛行機とこういったね、はい、撮ることができる。で、まあ、僕フェイスブックでアップしたんですけども、はい、ホヌ 380ANA のね、はい、バックに月を入れて撮るとこんな感じ。あららら、らこれはまた、まあ、これねあのレールがないんでどこ飛んでくるかわからないんだけども、はいはい、まあ、狙って入るかな入るかな入るかな入っちゃったみたいなね。はいうイメージで、これはもうでもやっぱもうイメージ入るんじゃないかって予測をしてやっぱもうシャッター切っていくんですか。もちろん。でそのレンズとかはどうするんですか。いやそれはもうこの画角的に分かってるので、はい、うん、あと追っていくだけで、そう月が入るかな飛行機来るかなって構えてて、うん、来た瞬間に押さないと撮れないからね。はあ、うん、すごいな。あの飛行機の写真撮影って、はい、もう一回ないし、そうですね、ちょっと待ってもないから、はいはい、撮れる時に撮るのがまあ鉄則だし、うんうん、まあ、撮れちゃった写真なんだけど。すごいです。これは何かに使われたりとかしてるんですか。もうだってまだ撮ったばっかだから、まだだから来年の2025年の ANA のカレンダーに使うかもしれない。うわ、先に皆さん見ていただいてるってことですね。そうですそうです。これは使われるんじゃないですか。軽く言ってんだろ。これは使われると思いますね。はい、そして、まあ、太陽と月に行ってですね、はい、次は沖縄。お沖縄はまた海がね、お、それです。綺麗ですから。沖縄といえば、わ、ね、このサンゴ礁バックに、はい、これ新しい滑走路、はい、海側のね、うん、3年ぐらい前にできました、はい、このシーンが撮りたくて行くんですけども、うん、那覇の空港の滑走路は南北にできていて、はいはい、北風が吹かないとこっち降りてこない。ほー、夏場は北風が吹かない。吹かないですね。南風がメインになるので、はい、夏場行っても撮れない、うん、で秋の始まりの9月の下旬ぐらいに行って撮ることがやっとできたみたいな。すごいですな。そしてこの綺麗なサンゴ礁、はい、ね、沖縄、うん、といえば、あ、ヘリにずるいとよく言われる。まあでもね、はい、お仕事ですからね。まあ、仕事で頼まれてるわけじゃないんだけどね。もうでも自分で皆さんにこう見せるために乗る。そうですね、はい、ご自身でお金を払ってどんな絵が撮れるか、どんな絵が撮れるか、こんな絵が撮れる。わあ、絶景だよ。はあ、はい、まあ、ちなみにね、ヘリ代のチャーターは8000円だからね。え、1分1分、うん、1分。ちなみにどれぐらい乗ってたんですかこの時。最低30分なんだよ。はあ、計算できる。いやー乗ってみたいですけどね。はい、はあ、こうでもあれですね、時間帯とかも調べてやっぱヘリ飛ばすんですか。もちろんもちろんそうです、はい、まあ、そんなこんなを、那覇でやっております、はい、でそして最近また再燃したのが新宿の都庁。おら都庁面白いんだやっぱな。おこれね、新ルート南風が吹いて、はい、午後3時から6時までの間に、うん、新宿の上を通っていきます。都庁の間をこうやって抜けていく、うん、で、これ太陽が沈むと暗くなる。うわ、ちょっとこれ写真ですか。本当に写真です。で、ちなみにね、南風が多いのは夏場で、はい、多いんだけども、夏場はこれ6時に終わってしまう。このルートを使うのが、はあ、まだ暗くならない。ほう、だから去年の秋とか秋口は結構南風が多かったので、はい、チャンスが多かった。お、はい、で、この飛行機が白っぽいのは、うん、これ新宿の街明かりを拾ってるんだ。
こんなに明るいんですか。ね、それね、僕もね初めて知ったのこの時。初めて撮った時にね、うん、でそれからまあちょっと間が空いてるんですけどまた行くようになった、はい、で何で行くようになったかというともうライトアップするんだよ。あららら、また全然違いますね。ライトアップがただね6時から始まる、はあ、6時で終わっちゃう。でたまたまだと6時から過ぎルートは6時に終わるけど、うん、ライトアップは6時から始まると。そうなんで、で6時10分ぐらいまで来てくれるので3機ぐらいは撮れる、はあ、で、その時のライトアップによっては、うん、5時から始まるパターンもある。うんうん、でこれがピンク でこれがブルー、あらららら、はい、そしてグリーン、おー、はい、であの都庁のホームページをライトアップを調べるといろいろな色がある、はい、お、そうなんですか。そうで、やっぱこの色撮りたいなこれこのタイミングってね、これ1週間しかこの4色がなかったんだけども、はい、南風になるのを待っていて新宿に行って、これよくこの間入りますね飛行機が。いや、カメラがいいからさ。はあ、どこのカメラですか。キャノン。キャノン。ありがとうございます。50ミリの 1.2 っていうレンズを使って、はい、撮っております。はい、そしてですね、去年の秋口に品川で僕イベントやりました。はい、でその時に新しいレンズ RF の1020っていうレンズをルークさんが使って作品を。うん、見せようか見せまいか、いやそれねCP で呼ばれたら見せるって俺約束しちゃったんだよ、はい、そのレンズがまあこれなんですけどね、はい、10から20ってすごいワイドなんで、ほー、そうこのレンズで、まあ、呼ばれてしまったので、はい、作品作りをしてきました、うん、どう撮ったのか、はい、10ミリだからすごい超ワイドなんです。そうですね、その新宿で、はい、あらー、はー、そしてうわー、いやこれはねこのレンズは面白い面白い面白い、ただ条件的には空に雲があったら、はい、飛行機のインパクトは弱くなっちゃう。そうですね、そう快晴の夜で、まあ、ちょうどね4色のライトアップもあるし、これは悩むんだよ自分の立ち位置をどこにすればいいのか。確かに、はい、でもこんな映画撮れた。これは何ですか、寝っ転がって撮ってるんですか。いやいや普通にこうやってそれで撮れるんですか。だから怪しいんだよ。まあそうですね、そう都庁で帰る人がいっぱいゾロ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 歩いてるところで一人でこう撮ってるしさ、はい、いや怪しいでしょやっぱり、はい、で、この表現ができたので、はい、まあ、お見せしたんですけども、うん、まあ、せっかくなので、はい、まあ、今まで見せた写真は皆さん全てを撮れる場所から撮ってるんだけど、はい、まあ、ずるいとよく言われる制限エリア、はいはい、制限エリアでこの1020を使って千歳で撮った写真がこれになります。プロだから撮れる写真、あーこれはこれはやっぱりちょっと撮れませんね我々素人は。まあ、あの水たまりを探して、ね、はい、写り込んだ写真、これはやっぱ雨上がりということでいいんですか。雪解けなの。雪解け、そうなの、雨上がりじゃなくて雪解けでこれを探して、まあ、撮らせてもらった。まあ、これはもうね来年のカレンダーには使おうかなっていうふうに思っております。はい、はい、ということで、はい、90枚いったんだよ。90枚、はい、あっという間に、あっという間に折れました。はあ、15万枚でしたっけ昨年撮ったのが。そうだっけ、15万枚撮った中での90枚を、はい、でこの時間内に見せるなきゃいけないので、これは絞りに絞ってですね、時間が短すぎますね。もっとやりますか。来年は倍やりましょうかね、本当にもうすぐ蛍の光がなりますからねそうですね、そうなんです。さあ、ということで皆さんいかがだったでしょうかね、ルークさんの写真見ていただきましたけども、実は、はい、あのそちらのブースのねエアラインというところで私さっき買ってきました、はい、はい、買ってきたの。買ってきました、ありがとうございます。シャッと買ってきましたんで、はい、売ってますんでぜひこちら、はい、ルークさんの写真ね、はい、写真集ぜひぜひ皆さんよろしくお願いいたします。いや、今年もね、まあ、最後、はい、最後をですね、締めさせていただきました、はい、また来年もね、はい、ぜひこのステージで皆さんとお会いしたいと思います、うん、はい、ということで今日はありがとうございました、写真家のルーク小沢さんでした。大きな拍手をお送りください。もう一枚あった。いやいや、ルークさん一回帰りましょう。じゃあ一回帰りますか。一回帰ってね、一回帰りますか。まあ、なかなか写真家にはないアンコールっていうのをちょっと皆さんにちょっとやっていただきたいと思いますじゃあなんか指揮者みたいだよね。さあ、じゃあルーク小沢さんでした、はい、ありがとうございました。そうです、そうです。さあどうなんでしょうか、ルーク小沢さん出てきてくれるんでしょうか。アンコールの拍手が鳴りやみません。ルーク小沢さんです何やってんだかな
写真のセミナーでアンコールで僕初めて見ましたけども。やりたかった。ということはアンコールの。だって高橋はミュージシャンなんだよね。ありがとうございます。はい。やってるでしょ。やってます。はい。ね、アンコールいただきます。はい。はい、ね、写真家ってもいいよね。写真家っていうのはそのあれですか、やっぱアンコール出てきただけっていうわけにはいかないんですもんね。やっぱりアンコールの写真があるってことですか。今年羽田で雪が降ったんだよ。ほう。僕帰ろうと思ったら帰れなくなっちゃったんだよ。はい、はい、なので、はい、その時撮った写真、おアンコールの写真、こちら、うわー歓声が湧きましたね今。これは撮れない、これは撮れない、これは千歳でも撮れない。はあ、ものすごい風だった。すごいですね。風がもうすごく乱れてたの、うん、なのでこの雪が、はい、はあ、こういう写真が撮れるんですね。この写真で蛍の光が始まったよそろそろ最終便のお時間ということで、はい、ありがとうございました。いや、ぜひまたね、はい、このステージで皆さんと来年もお会いしたいと思います、うん、はい、ありがとうございましためちゃくちゃかっこいい写真じゃないですか。ということで写真家のルーク小澤さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。